トリルを主原料ととした合成繊維のこアクリル繊維アクリル繊維はアクリロニトリルを溶剤に溶かしてノズルから押し出し防止する溶液防止法で作られる化学繊維である一方アクリロニトリルと塩化ビニルを6、4の比率で強重合させたポリアクリロニトリルポリ塩化ビニルを防止したものもありアクリル系繊維と呼ばれ区別されるなおアクリル樹脂は メタクリル酸メチルを主成分としており、アクリルの名が含まれるが別物である。アクリル繊維は、カチオン染料による染色性に優れ合成繊維の中では、最も鮮明に染めることができる、酸やアルカリなどの薬品に強い、太陽光による劣化や雨水など対する、耐光性に優れる、などの特徴がある。羊毛に似せて科学的に作られたので、かさ高く、 柔らかい風合いに特徴があり、主にステープルファイバーとして使用される。熱を加えると縮みやすいことから、収縮させたアクリル繊維と通常のアクリル繊維を、梱包したハイバルキー糸を使用したセーターなどのニット製品や、毛糸、毛布、カーペットの製造に多く使われる。アクリル系繊維は、一般的な特徴は、アクリル繊維と同じだが、難燃性がある点が異なり、 応援カーテンなどの難燃インテリア素材として使われている。アパレル素材以外の用途では光ファイバーやパン系炭素繊維に用いられる。1950年にデュポン社が初めて工業生産を開始。比較的簡単な技術で生産が可能なことから中国など第三国への技術移転が進み生産量も増加傾向にある。反面、 日本を含めた先進国では生産が減少傾向であり2002年には日本で初めて国産技術によるアクリル繊維を製造した朝日化成製が市場から撤退するなどビジネス面ではコスト競争で厳しい環境に置かれている2014年現在日本国内で製造される化学繊維のうちアクリル繊維 アクリル系繊維は14%の割合を占めている。ありがとうございます。